はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター第8回かな、やっていきたいと思います。ミシディアの国にやってきました。パート的には、これからアルテーマの封印を解こうというパートになると思います。塔の封印を解く時が来ている。塔の封印は3つのものにより守られている。ミウという魔導士が塔へ向かっていった。お主らも早く後を追うがいい。ミウというって何？ミウのこと知らないのこいつら。地下には女神像が祀られている。クリスタルロッドを守る守護神、みんな黒魔導士だからね。でミウは白魔導士だから黒と白の間では少し溝があるのか。2つの仮面を揃え、この大陸にある洞窟へ行きなさい。塔へ入るために必要なクリスタルロッドがある。海の真ん中にある小さな島、そこに黒い仮面がある。白い仮面と対になる。ここはなんだ？尋ねるアルテマの方。パンデモニウムが出現した時のこと。魔導士たちは強力な魔法を編み出し危機を逃れた。あまりにも強大なその魔法が世を乱すと考えた魔導士たちは巨大な塔を建造し、秘密を記した本を封印した。仮面、白い仮面を地下の女神に捧げよう。良き心あらばドッペルゲンガーは動きを止める。黒い仮面をドッペルゲンガーにかぶせよう。悪しき心と共に去る。ミシディア。魔導士たちはミシディアに町を作り集落を築いた。自らの力の大きさゆえに世界を破滅に導いてしまうことを恐れた。飛竜とかはおお、竜騎士を乗せて飛ぶように仕組まれた竜のことを言う。比較的小さいが力は強く、4、5人を同時に乗せて空を飛ぶことができる竜騎士。かつてリストの島は飛竜の住みかだった。そこにハーンというナイトが出向き、30年かけて互いの友情を温めた。そして彼は最初の竜騎士となった。昔ある国の王が絶対に破られない鍵を作らせた。友情を素材にした材料にしたもの、愛情を材料にしたもの、感動を材料にしたもの。どうやって材料にしたんだ。初めの2つはすぐ破られた。美しい音による感動だけは誰にも破ることができなかった。王は大変満足してその鍵、女神のベルを雪原の洞窟に隠したという。謎すぎる。じゃあとりあえず行かなきゃいけないところは南の島ですね。で南の島っていうのはミニマップ上多分このちっこい島のことだと思うんだけど、船がこっちにあるんだよね。これあそこまで戻んなきゃいけないっていうか、ミシディアは基本情報だけだからいきなり南の島へ向かってもよかったのかな。まあいいや、ちょっとストーリーも追っていくということで、ではちょっと船を回収に行きましょう。では到着。ここの洞窟ですね。南の島出た。もうめんどくさい。逃げる。逃げられるよね。もう速攻で逃げられるわ。もうここは逃げなんで、もうパッといっちゃいます。不要な宝箱もう無視。なんか普通の敵も出てきたや。これは一応ちょっと戦ってこう。熟練度上げのために。てかもう熟練度上がんねえかこいつらだったら。死神の像っていうかさ、分かれ道が多すぎてなんか分かんねえんだけど。ここの階段がいっぱいあって、どこの階段から行けばいいんだ。こいつらぶっ倒してこう。そんな強くない。レイラマジ使いやすくなった。二刀流ナイフで火力も出るようになったし。近い宝箱は回収しよう。1000円で、これはもうさすがに無理。ゼリー系は全く通らないはずだからね、攻撃が。かといってマリアの魔法だけでなんとか駆逐できるかって言ったらちょっと怪しいよね。チェンジャーもなんか怖くない？チェンジしてきそう。ギニューみたいに体を入れ替えてくる。スリプルの本。あれこれってさ、この海行ける？あ、行けるじゃん。であの扉怪しいよね。ポイズントードか。先制攻撃いけんな。倒そう。ホーリーも使ってくる。レイラうまくいけば2体倒せたんで悪くない。全員をやっぱり二刀流にするのはちょっときついよね。火力用のアタッカーとして1人二刀流にするのはいいと思うけど、いるじゃないか敵が。ちゃんとセーブしていこう。あいつ黒い仮面守ってる。ビッグホーン4体、しかもモンスターの先制攻撃とか。ビッグホーンってさ普通の敵じゃない？一応ちょっとバーサクレベル5とかにはしたいな。ちょっとずつ使っていこう。バーサクは1回でいい。あとホーリー。ホーリーの火力がどこまで上がるかだよね。火力が上がりきらないうちにも次の魔法が手に入るかな。レイラもまあちょっと耐久力が低いっていうのが難点だけど、そこは火力で補う。そしてホーリーは弱いけど倒した。で黒い仮面、あとここさなんか仮面族の里っていうところがあって結構いいの売ってんだよね。まあいっか、それは出よう。めんどくさいし。これじゃあミシディアは完全に船で行った方がいいよね。どうせまた船で行かなきゃいけないところとかあるわけだし、まあ、どこへつけるかっていうのがちょっと問題になるんで町の近くにつけよう。なるべく中まで行く。だいぶいいぐらい。2体始末してくれ。いいね。こいつらも雑魚だな、ただの。もうちょっといけるか、奥まで。ここら辺か。出た、ブラックプリン。これは嫌だ。チェンジじゃない。まあ、逃げ腰にならないのがまだいいかな。FF3 はねマジ逃げ腰になるからダメージめちゃくちゃ食らうんで、逃げる状態だと。でミシディアの町についてちょっと一旦回復しよう。やっぱりマジックパワーを使っているから。で別に500円くらいなんともない。次に行くのがどこだ。ここでいいのかな。いやここって別にダンジョンじゃないんだ。優しい笑みを叩いている。ミシディアの洞窟が南にあるって言ってたからそっちの方へ向かうのか。そこでなんか手に入れるのかな。クリスタルロッドがそこにあるのかなんだかよくわからん。で地図的にはなんかあのチョンってなってるとこかな。まあいいや行ってみよう。ここがミシディアの洞窟かな。じゃあ行きましょう。でここは結構いいアイテムがあるっぽいんで宝箱は回収していこう。そんなにブレインは強くない。出た、しかも先制攻撃かい。あ、道具になってる。結構減るんだよね毒っていうか猛毒だから。でさらにエスナをかけないといけないんで、エスナのレベル上げにはなるからエスナを使うこと自体は全然いいんだけどね。まずゲ敵が出てゲモルボルがいる。ただ先制攻撃だから先に上から倒すか。やるなモルボル。これが金の髪飾り。よし金の髪飾りは装備させよう。黒装束これも装備させよう。金の胸当てよりは全然強いね。いいねいいね。なるほど、これが例のドッペルゲンガーか。そこをどけそこをどけ。全く同じ動きをしている。これどうやってアイテム使うの。え？大事なもの。あれ？これもしかしてさ、ミシディアのところに仮面をやんなきゃいけないってこと？なんかそうっぽくない？マジか。帰ろう。テレポで出よう。で、まずこいつに白い仮面をかぶせる。これでドッペルゲンガーの動きが止まるみたいなんで、あとは直接黒い仮面をかぶせて消すと。ドッペルゲンガーは動かない。フリオニールの良き心が悪しき心の動きを抑えている。そして黒い仮面をかぶせる。消えた。てかなんで俺の姿してんだ。そもそも力の杖、これなんか効果ある？どれだ？あ、持ってんじゃん。攻撃向きの杖。あ、強いってだけか。死神の像はフィアーか。モンスターゴーストか。ホーリー使っとこう。長いんだけどダンジョンがマジで。ダンジョン自体は普通なんだろうけど、エンカウント率が高くてなかなか先へ進むのが大変。ホーリーで仕留める。まあ魔法的にあるとすれば、だからフレアとアルテマなんだけど、その2つもさ鍛えてる余裕がないよね。一応ドレイン回収しておきます。最奥ドレインの本普通にあるし、アスピルの本、クリスタルロッド。特に守ってるモンスターはいなかったね。じゃあこれはこのままテレポで出て次へ向かえばいいのかな。ミシディアの塔、船に乗ってミシディアの塔へ行きます。ミシディアの塔ってどこっていう感じだけど、それは地図上でまあここなんだよね。でレイラはもうここで外れるんで、ちょっと全部装備をひっぺがしておきます。ゴー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 と。お、なんかアングルが変わってる。飲み込まれる。ここはどこだ？レイラがいない。って言ってこれもレイラ死亡扱いなんだっけ？いるんだっけ？少なくとも仲間にはならないから。ヒットポイントが減る。ねじり鉢巻き、これは軽いでしょう。でしかも攻撃力めちゃくちゃ上がるな。魔法防御が下がるけど命中率も上がんね。いいね、これに装備しよう。で回復はですね、ハイポーション大量に買い込みました。これいくつか500は回復してんな。あ、いいね、ハイポーション。力出す気、これも上がる。あ、黒装束か。魔法防御素早さ、ただ火力は上がるよな。防御が結構下がる。これちょっと外に装備させよう。金の胸当てだったら力出す気の方がまだ強いからね。よし、リヴァイアさん2回。てかなんでリヴァイアさんっていうのが分かるんだ。あ、竜騎士がいる。ちょっと人々に話を聞こう。リヴァイアさんの腹の中、空気とかは通ってるんだよね。俺たちもリヴァイアさんに飲み込まれた。パワーリスト、パワーリストって重くなかったっけ？何、あいつに話さなきゃダメか。新入りだな。誰だお前たちは。尋ねる。竜騎士。私が竜騎士だ。何、竜騎士と飛竜が全滅だとデタラメ言うな。知らないのか。なぜそれを知っているんだ。はてな、仮面、はてな、ミシディア、行ったことがある。魔導士たちの町だ。これ何見せんだっけ。クリスタルロッド。そうか、お前たちもアルテマの方を求めて飲み込まれてしまった。目的は同じ。では共に行くとするか。船があるんだが手強い魔物がいる。お前たちと組めば倒せるかもしれない。割と簡単に信用するな。リチャード549か。重そうなの装備してんな。またこれ利き手は右。どうしようかな。ナイフとかリッパーナイフがそもそも強いんだよね。熟練度は槍と剣か。ナイフとかもう使ってれば早々に上がっていくからな。ちょっと立派なナイフ装備させよう。でオリハルコンも装備させる。で腕は、まあ、盗賊の小手パワーリストでいいか。ちょっと重いかもしれないけど。体は金の胸当て。回避率が下がるね。少し重めなのかやっぱり。金の髪飾りパワーリスト外すと、あーでもまあいいや。若干パワーリストが重いって感じだけど、こんなところで一生暮らさなきゃいけない。10年とか飯とかどうしてんの。クリスタルロッドのせいで私たちまでこんなところに。クリスタルロッドを持つものを飲み込んでしまう。え、みんなクリスタルロッド持ってんの？どういうこと？そんないっぱいあんの？でここが先で多分寝ることができるよね。ここ飲み込まれちまったよ。リヴァイアさんの口が開いた瞬間外には出られそう。怪物が邪魔をしている。てか寝られねえし。え、寝たいんですけど。まあいいか。とりあえずここでリヴァイアさんに飲み込まれてしまい、リチャードが仲間になって脱出しましょうというところですね。次回はじゃあリヴァイアさん、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。